はい、どうも皆さんこんにちは。今回の動画はハロウィンメイクの第2弾の、アリス・イン・ワンダーランドのアリスですねのメイク動画になります。作るって言ってたんですけど、あんまり作る時間がなくて、本当に最後の方、ハロウィン前ぐらいになっちゃったんですけど、まあ、アリスって本当は金髪なんですけど、私金髪多分似合わないので、今回はちょっと茶髪でやらせていただきました。最初はね、ブラウンのメイクにしようと思ったんですけど、それだと毎日メイクと今度出すやつねと被るので、アリスのにインスパイアされた青で囲んだ白のアイシャドウリップにしました。でハロウィンっぽくちょっと傷を入れてみたので、気になる方はぜひそのまま見といてください。あまりに編集する時間がなくて、外国通風のメイクを作る予定だったんですけど、でもなんか3つ出すって言ってたんですけど、出せない方で、まあこれで最後にいきます。はい、それではやっていきましょう。まず最初にアーバンディケイのエレクトリックパレット、結構昔のなんですけどね、のゴンゾーっていうすごい発色の良さそうな水色を、乗せていきます。でこれを真ん中のね、あの二重のところをセンターの部分を残して全体的に乗せていきます。ここはね、まず最初のベースのカラーなんで、適当で大丈夫です。でベースアイベースですねを乗せておくと発色と持ちが良くなるので、ぜひ塗っておいてください。私は MAC のプレパンドプライムアイベースを塗っています。で下の方にも乗せていきます、青をね。あ、松井くんが取り掛かってる。おお、女子力の低下ですね。次に、左下のカオス、英語ではケオスですけどね。おっと、いらない豆知識をぶち込んでしまった。これを乗せていきます。下まつげの真ん中から目頭の方に乗せていきます。これをね、乗せることでグラデーションになって、まあちょっと自己満ですけど綺麗に見えます。であと目尻の方にちょっと乗せていきます。で乗せ終わったらブレンディングブラシでブレンドしていきます。あまりにね、線が濃いといけないので。で次にグリッターを乗せるので、トゥーフェイスドのグリッターグルーを私は乗せていきます。なぜかっていうとね、そのままグリッターつけると落ちちゃうので、パラパラってね。で、グリッターは MAC のピグメント、あれグリッターじゃなくてピグメントやった、おーっと致命的ミスです、のワームスノーというカラーを真ん中の方ですね、さっき青色を乗せてなかったところです。滑舌が今悪かった、ちょっと。で乗せ終わったらさっきの青色をもう一回取って目尻の方から二重幅の方にもう一回乗せていきます。そうすることによって結構二重がくっきりするのと、白と青の境界線がはっきりします。でちゃんと次アイラインを引いていきます。ここはねいつも通りです。あ、で毎回言い忘れるんですけど、今回のカラコンはねアリスなので、青目を意識してバンビシリーズのカラコンのヴィンテージブルーっていうカラーを使っております。ですがこのね、カラコン残念ながらね、どっちかっていうとすごい青っていうよりで紺ですね、黒のカラコンみたいな感じになってるので、もっと青がいい方は、他の発色のいいブルーを使ってください。ちょっと結構面白い色ですけどね。次に NYX のリキッドクリスタルライナーっていうね、アイライナーなんですけど、これをグリッターとして上にまた白のせたところに乗せていきます。もうちょっとキラキラさせることができます。ここはね、まあ、なくてもいいです。で次に黒色のアイシャドウを取って、さっき青をのせたところにちょっと塗っていきます。こうすることで若干紺色みたいになるし、目がはっきりするので、まあ、一歩間違えるとねホラーなんですけど。で塗りすぎたところはちゃんと綿棒で取ってください。じゃないと本当にもう派手になっちゃうので。でアイメイクは完成なので、次はフェイスメイクに移っていきたいと思います。チークは素顔のスフレカンチーク&リップのキャンディーピンクを使っています。でフェイスメイクはこの前のスターカズキンのメイクのやつとね、ほぼ同じっていうか本当に全部同じなので省略しております。ファンデーションも使ってるものは同じです。肌は白めにしてください。で
次にアリスなので、ちょっとタトゥーでアリスっぽくしていきたいと思います。これはね、ドン・キホーテで買った450円のタトゥーです。あのタトゥーシール、これを、スポンジでポンポンってやって乗せていきます。はい、以上で完成です。ありがとうございましたご視聴ありがとうございました。あ、次はね、11月はもっと頑張って投稿頻度をね上げたいと思っているので、楽しみにしておいてください。それではまた次の動画でやりましょう。